ドンチャリウスということで毎日コーディネート紹介10日目なんですけど、今日はこんな感じの格好でございます。はい、こういう感じの合わせなんですけど、まあ組み合わせ的にはね、見てもらった通りでアイテムの紹介をしていくと、まずトップスのこのロンティなんですけど、これが総称付きの今シーズンのアイテムです。でちょっとバックしてるんでね、分かりづらかったと思うんですけど、フロントにね、まあ、骨モチーフのこういうディティールが付け加えられてるっていうのと、あとは肩がねオープンショルダーっていうか、ここに、見えるような作りになってますっていうのが、総称付きのロンティで、続いてパンツなんですけど、これが、ブラックウィドウの今シーズンの、まあ、カーゴパンツですね。はい、こういう感じで、まあ、これはね色がめちゃいいね、色が一応ネイビー表記だったかななんですけど、まあ、パープルに近いような色味で、ちょっと、フェード感ある色味なんで、まあ、シルエットが太めっていうのもあるんですけど、トップス基本的に何着てもね、合うかなっていう、だいぶ有能な万能パンツですね、これは。はい、こういう感じで、あとバックですね。バックが、マリアーノの22年 SS、まあ、今シーズンのショルダーバックです。で、あとアクセサリーなんですけど、ネックレスが、これが T の、まあ、結構ボリュームもありつつ存在感ある、今シーズンのネックレスですっていう感じだったんですけど、どうですかね、今日いい感じじゃないなんかまあ、毎日いい感じなんですけど、今日は特にね、着てるアイテム数というかは比較的少なめなんですけど、一点一点ね、まあ、デザイン性がこういう感じで効いてたり、まあ、色味とかね、あとこういう紐のディティールとか、なんか全体的に数は少ないんだけど満足度高いみたいな感じのスタイリングができて、なんか春っぽいかな今日もまあそんな感じです。今日が10日目でした。また。